皆さんこんにちは。こんにちは。パワードレールでご挨拶。はい、以前ね、海底神殿の攻略をしました。はい、はい、あー楽しかった。楽しかったね。海底神殿最高。最高。で、もう一つの魅力としてね、水抜きでございます。はい、水を抜いてガーディアントラップが作るぞ。はい、作りましょう。そしてあわゆく、あわゆくばそこに村人さんを送っちゃいましょう。あ海底神殿に住んでもらいましょう。ほえ、相当な時間がかかるから、間々でやっていくつもりです。はい、最初というか宣言というかの回でございます。はい、海底神殿を見つけた時に、それのついでに、パパが帰る時に見つけたんだよね。そう、このピラミッドを見つけたこの砂漠、意外にでかかったから、ここから海底神殿へ、砂を運ぶレールをね敷きましょう。はい、って思ってここに来たんですけど、ちょっとね見つけちゃったんだよね。あ、新しいピラミッド。ピラミッドで遊んでいきましょう。はい、レッツゴー。またパパが迷子になって見つけたんだよね。ピラミッドの中で寝ま、あ、ピラミッドの外で一回寝ましょうか。はい、そうなのよ、こっちでねちょっと冒険もしたいんだけどね。おー、たったったったー、これこれこれ。あ、今回もなんか埋まってるピラミッドだよね。ちょっと一回寝ましょう。ちょっとこっちが正面かな。お、茶色うさちゃん、こんにちは。さてと、カンナちゃんは真上からと思ったけど、やべ、松明持ってきてない。あ、カンナちゃんもやべ、探検すると思ってなかった。まあいいや、やっていきましょう、できる範囲で。あ、パパ、トーチが明るいよ、ちょっと。トーチ、あ、レッドストーントーチ。そう、じゃあレッドストーントーチでいきますか、今回は。あ、あったあった、パパ持ってる。じゃあ行きましょう。それではお宝あるかな。うん、どこ開けよう。まずはパパの上に乗ってるチェストかな。パパが乗ってるチェストね、うん、はい、じゃあよろしく。せーの、はい、ほい、いらないものばっかり。次はここ、はい、せーの、ほい、はい、わ、エメラルドが入ってる。え、嘘、エンチャントの本も。エンチャントの本なんだい。修繕。やったー、ありがたや。結構当たりじゃね今回。うん、はい、このチェスト当たり様ですよ。あー、どっち開けどっち開けよ。せーの、あ、サドル、サドルかな、一番いいのはこれは。それでは、はい、ラスト、はい、頼むよ。せーの、えい。やっぱダイヤの馬鎧はないんだね。なかなかないですね。なかなかないですね。ここはもう他に何もないんだよね多分。ないよね多分ね。うん、ちょっとさ、ちょっと探検したくない？ここ、ここの砂漠初めてでしょ？うん、ちょっと砂漠を抜けてみたくない？それでは、爆発の儀式を。爆発できんの？あのね、貫通板の下に今ね、仕込んだの、TNT を。で、えいえいえい、上に積み上げる。うおー、派手な爆発でした。ちょっと冒険しよう、砂漠の果てまで。あ、わかった、うん、っちょっと冒険させてください、行きましょう。はい、家の座標がだいたいわかるから。ん、あれって村。あ、え、嘘、村、アカシアでできた村だ。おー、これは早っ、これは、わー、すごい、よかったー、綺麗、アカシア、すげー。え、待って、こんな近かったのになんで気づかなかったんだろう。生成されたのかな。やったね、かっこいい、かっこいい。鍛冶屋もあるよ。ほんと、いやー、かっこいい、やったね、かっこいいじゃん、ここ。おお、すっご。あ、ビートルート、ビートルートってね、スープにできたらしい。あ、そうなんだ。なんかあった、宝物は。ちょっと待って、今から宝物は、あ、ありますね、チェストが。ほっ、お、いいですね、いいですね。あ、すごい、ドアもすごい。かっこいいね、これ、アカシアのドア。そう、へえ、いいじゃん、いいじゃん、ここいいね。空気性が良さそうですね。通気性ね。
わあ、ここ芸術村じゃない？なんかかっこいいよね。原木を床に使ってるよ。あ？原木をね、こうやって置いて、まさに芸術。すごい。いい村だ。ここはアカシアの原木と、うん、木材と石だけでできてる村かな、ほぼ。かっこいい。かっこいい。この作りいいね。かっこいいじゃん。いっぱいあっちにも作りたいな。アカシアってあんまり持ってないからね、この辺でもらおう。うん、ここに来ようぜ。また今度来よう。バイバイ。襲撃イベントに会わないでね。よいしょ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 。じゃあ本題に移りましょうか。はい。ピラミッドと村で遊んでから村があるとはね。ここにドンドンドン。これが拠点ですか？はい、拠点で、ハーフブロックを作りましょうかね。馬ちゃんがかまってって言ってる。パパが小ずんでいこうかな。で、カンナさんがレールを敷いてくるってことですね。そうしましょうか。前回の動画と似てるね。うん、そうしましょう。で、方角教えてください。はい、わかりました。こっちですね。そっち、こっちにずっと持っていけばいいってことね。はい。あー、山にぶち当たりそう。ぶち抜くぜ。うわぁ、トンネルか。トラップタワーのレール制作から3つ開けておくということを学びました。もったいないからトン。こういうことよね。それって石の節約ね。うん、そう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 。よし、出発地点はここで。1、2、3、パワードリルと、あ、石石。もうこれぐらいでいいかな。石ちょっといるんだった。で、このまままっすぐ行けばいいの？どっちの方向？はい、あ、そのまままっすぐで大丈夫。まっすぐだ。1、2、3、パワードリル。あとはこっから30を切れね。うん。ここからもう海底神殿の砂抜きが始まってます。はい。30。おいおい、なんだなんだ。30開けてだったっけ。地味だな。25 あ、レール作るの忘れてた。あ、戻ってから作ればええが。あ、パパトロッコ持ってきた。トロッコ作ればいいで。そっか。まずはレールを引くんだよ。結構これ早く着くんじゃね？足りなさそうだから作ろう作ろう。あー、いい感じで伸びていくね。よし、16スタック。はっ、ゲバ。16スタックもできんだ。いやー、それにしても地味な作業だ。でもね、これをしなきゃ大変だもんね。砂持っていくの、砂抜きっつっても近くにないからね。海底神殿のすぐ近くが砂漠だったらいいんだけど。そう、人生はうまくありませんね。うまくいかないね。ネザーゲート。あ、ネザーゲート。ネザーゲートで移動するのもいいのかもしれないけど、ちょっとまだ詳しくないからね。カンナちゃんもね、うん、あの他の実況者さんたちを見てると、うん、ネザー経由の人がいたんだけど、うん、ちょっとカンナちゃんたちはこうやってそこまで遠くないもん、ネザー使うまで。あ、そうなんだ。砂漠は近いんじゃないかな。近い方かな。近い方だと思う。パパ見えてきた？まだ見えんか。全然見えんよまだまだだよ。これタコライスさんがこういう置き方してたよね。あ、そうなんだ。うん、黒羊さん生き残ってます。あ、やっべ、落ちちゃった。頑張れ頑張れパーパ、頑張れ頑張れパーパ。おかえり。あ、後ろ。やべ、倒しとこう。一回寝ましょう。はい。砂漠で寝るのか。砂漠で寝るのはまずいよね。なんで？
もうすでに湧いてたなら相当いるんじゃね。グー。ちょっとカンナさん、はい、馬で方向を確かめてきてください。ちょっとここはね、正確に行きたいですね。線路はほら後からでもさ、バーッと引けるでしょ。はい、だからちょっとなびってください。おお、早い早い。カンナさん、最短で行きたいから一番短く短くで、こうやってまっすぐ行くと、あー、湿地帯大きすぎ。湿地帯でかいんだよね。一個間違えたら最初からって感じになっちゃう時があるから。そうだよそうだよ、怖いよ。できたらこうやってこうやって着いた。着いた。じゃあ戻ります。もう一回方向、うん、確認しながら来てもらっていいですか。あ、うん、そんな感じで OK です。全然 OK？ もう来たの？かなちゃんは設置しようか。あ、うん、ちょっと線路の上で馬で乗ってますから。お、早っ。やっぱりね、かなちゃん思ったけどね、ところどころカーブが必要かもしれない、うん、あ、だからそれを教えてください。はい。ガーディアントラップってシーランタンが作り放題になるんだよね。シーランタン、プリズマリン、あとプリズマリンレンガ、うん、あとイカスミがあればダークプリズマリンも大量生産できるよ。そうなの？海底神殿のブロック全部作れるよ。あ、スポンジ以外でも。これスライムトラップタワーより苦労するんじゃない？あー、相当時間かかると思う。やっぱシーランタンがね一番欲しい。うん、パパもあれはいいと思う。建築にこれで大変とか言ってたらいけないよね。うん。ヒヒーン、ヒヒーン。わ、やべ、下にクリーパーがいる。めっちゃいるね。てかついてきてるんだよねこれ。うん、ついてきてるね。どうしても爆発したいんだね。そうだよね、この人のあれは。どうしても俺はお前に爆発したいんだ。倒したいって考えじゃないよね、この人。爆発したいんだ。あの、刺して命をなくす蜂と一緒だ。同じ心境だよね。でも、あっちも必死なんだよね。でもクリーパー必死じゃなくてもいいでしょ。蜂は攻撃されて、もうこれはいけないって時にそうやって死を覚悟して刺してくるけど、クリーパー違うじゃん。何もしてないのにお前を倒す、お前を倒すって感じで。そう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 。どういう心境なんだろうね。なぜに追ってくるんだろう。馬ちゃん、そこで待っとって。あ、聞いたね。現場でリポートしております。石ハーフブロックの宿、少年が現れました。少年？男性か。男性だね。パパやばいぞ、夜だぞ。予定ではこれにチェスト付きトロッコ、うん、を乗せて、バンバン砂を運ぼうかなと考えております。そういうことできるのかな。ゴールそろそろじゃない？あ、そうなんだ。そこの木が邪魔で見えないと思うけど、その辺もうそろそろ。あ、ほんとだ、終点のあれがある。やったー、よーし。あ、カーブやっぱ入れないとダメだ。そこをこっち、かなちゃんの向いてる方。ほう？うん、そう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 、かなちゃんが向いてた方。じゃあもうちょっとこっち、もうちょっとまっすぐ行き過ぎ？そのくらいでいいんじゃない？あ、もうこんな感じか。あ、30風よとか、かんちゃん。違うよ。え？これレールじゃないとできないよ、ぐにゃぐにゃだから。パワードレールだったらうまく多分動かないと思う。そっか、どうしよう。考えてなかった。直線のとこ入れなきゃいけないのかな。直線のところにはもう数えて入れてるけど、うん、そうだよね。分からない、止まっちゃうかもレール。そうだよね、考えてみれば。パワードレールがないと。さっきから言おうと思ってたけどなかなかね。どうしようこれ、バカなことやったのかな。どうしよう、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 どうしよう。まず引きましょう。やったー、繋がったー。ちょっと問題がありそうだけど。できたー。
できた？つなげてたぞー。ほい、かなさん。はい。まあ一応レールでつなぎました。海底神殿と砂漠をつなぎました。トロッコ付きチェスト、うん、あ、じゃあチェスト付きトロッコ、砂集めてボーンって送り出したいんだよね、パパは。うん、だから多分これ無理だと思うんだよね。だから修正が必要だと思います。まあ一応つながりました。まあ一安心ですね。はい、あー、これで移動が楽になる。楽になります。嬉しいですね。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか、かなさん。はい、はい、それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。また見てね。また見てね。あー、でもよかった、つながったね。なんとか人が動きはできるね。